今回紹介するのは「傷だらけのカミーユ」という本です。カミーユ警部の恋人が強盗事件に巻き込まれ瀕死の重傷を彼女を守るため警部は独断で犯人を追う英国推理作家協会賞受賞作「つマイレーヌ」の後にできた恋人アンヌの命が狙われてそれをカミーユが必死になって救おうとするストーリーなのですが。 読んでいるうちに、あれ、神言ってこんなにダメなやつだったっけ、などと考えてしまいました。恋人が命を狙われて必死になっていると言ってしまえばそれまでなのかもしれませんが、それにしてもめちゃくちゃやりすぎのような案の定、上司たちからソース感を食らってしまいました。メインのストーリーに関しては、途中でなんとなくおかしいと思うことがあるので、 犯人や共犯者については予想がつくかもしれません。ただ、それで面白くなかったというわけではありませんので、星4つです。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。